平平君日本経産党の総平でございますちょっと通告をしておりませんけれども、まず裁判官の問題についてですね、これまでの議論を踏まえて一問聞きたいんですがあの、この定員法っていうのは、国民の裁判を受ける権利、そして何よりも司法の独立、その核心としての裁判官の独立と。これを をしっかりと担保する、あるいは、えー、法と良心のみに基づいて、えー、適正な裁判を行っていくという、この裁判をこの日本でしっかりと保障する、そのとても大切なあの議論なのだと思うんです。えー、自民党の元議員から、あの裁判官が、 あるべき数に照らしたら、そもそも足りないではないかという冒頭問題提起がされまして、弁護士ドットコムも、私、自由放送団も、その点については全く同じ認識だと思うんですよね。そう日本は、我が国社会は司法、これはあまりにも軽視しすぎているでこの私から言わせれば、今回の裁判官の判事・判事法の。 定員要求だって、これはもう極めてささやかなものにすぎない、そのもとでえ、先ほど前山あの理事の指摘のあったケースがあるんですけれどもえ、私の同期、あるいはえ若い裁判官が、手持ち件数は本当に膨大で、けれども、とても優秀な裁判官でしたけれども、え若くして三十代の半ばで在職死すると。 いう痛恨の思いを、えー、この場でも以前紹介したことがありますが、あのそのとで,です、ね、この裁判所の判事、判事を、そして職員、この定員の要求、これは最高裁として、えー、極めて重い思い、重たい思いを持ってですね、行ってるんだと、それは解散要求にしても、そういう性格のものでしょ。 ちょっとまず基本的な認識について答弁をいただきたいと思います最高裁判所事務総局中村総務局長お答えいたします、えー、ただいま委員からご指摘ありましたように裁判所の使命というのは 適正迅速な裁判を実現すするるととこころろにあるところでございますその責務を担っている裁判部門、これにつきましては、それを構成する職員、判事、判事法、その他、書記官と、すべての職員の人的体制の充実、これは裁判所にとって最も大きな課題の一つというふうに認識しているところでございまして、毎年、この増員をお願いしている、概算要求を含めまして、定員法の審議をお願いしているところは、 まさにそういう認識のもとに行っているところでございます総平君最も大きなというお話があったですね、えー、とその、えー、今年度定員に関する、昨年夏に行われた概算要求ですね、えー、ここから、えー、差し引き10人削ってるわけですよ。あのお手元に表を配ってますけれども、2015年から。えー この4年間、この概算要求から大きく削って差し引きがマイナスになるという事態になり、その数が今年度とうとう2桁になったんですね。その何千人も要求してませんから、97人の増員要求して結論10人原因差し引きね。これ一体なんでこんなふうに削るのかと。で私これまで えー、金額は聞かないでおこうと思っていましたけれども、ちょっとここに至っては聞くほかないと思って伺います、えー。2018年度の概算要求の増員数、これは金額で言えばいくらになって、で予算はいくらで、結果、差し引きいくら分マイナスになってるわけですか。 最高裁判所事務総局葛西経理局長。お答え申し上げます。増員要求及び振替増に伴う経費といたしまして、概算要求時には、約三億一千五百万円を計上しておりましたところ。平成三十年度の予算におきましては、約二億六千五百万円を計上しているところでございます。約五千万円の減ということになっております。二、そうへ君。つまり。夏の概算要求でですね。 最高裁判所が、えー、来年度、この定員は必要であるということを、私から言わせればささやかなですよ、ささやかな要求をしたのが、3億1490万9000円ですよ、国家予算からしたら、本当にびびたるもんじゃないですか、でその背景にはです、ね、現場のとても重い現実が あるわけです例えば、家庭裁判所に、えー、貢献も含めていろんな仕事がある、一個一個の事件が複雑こんな化する、その問題、個別聞けば皆さん、丁寧に対応していくんだとおっしゃるじゃないですか、去年の秋には私、刑事、えー、令状、この捜査、草消災などの令状をがですね、の夜間執行体制っていうのは、えー、例えば月に5日の当直のための夜勤をしなきゃいけないし、 冬場、少人数庁ではですね、書記官が車で何とか行って、でそれで雪かきして裁判所開けなきゃいけないと。なのに、翌日は休みも取れないで、そのまま法廷に臨むと、そういう事態になってるということを紹介して、皆さん驚かれたじゃないですか。それを強いてるのが、今の裁判所職員の体制ですよ。で、その下で抜本的に本来なら解決するべきところをですよ。 ささやかな97人の要求をしたところがこれを削って、その額は5000万円、4988万1000円ということではないかと思いますが、いやこれ、なんでそんなことになるんですか、最高裁判所としては、この予算、そして定員、これについてどんな認識なんですか最高裁判所、中村総務局長。 お答えいたします今のご質問はあの、概算要求から10人減らしたというところについて、まあ、どういう考えなのかというご質問ということで、えー、お答えさせていただきたいと思います。あの委員ご指摘のとおり、概算要求の時点から比較いたしますと、増員の数が10人減少しているところでございます。初期間につきましては、家庭事件の処理の充実強化を図る必要があること、および国家公務員の女性活躍とワークライフバランスの推進を図る。 必要があるということから25人の増員そして事務官については事件処理の支援のための体制強化を図ることと初期官と同様にワークライフバランスの推進ということで22人の増員が必要だと概算要求時点では考えたところでございます概算要求業財務省等と意見の交換をする中で政府が国家公務員の定員についてこれまで以上に厳しい姿勢で合理化に取り組んでいることや他の行政機関におきましても定 委員の再配置により、業務の増大に対処し、増員を抑制しているということを踏まえまして、裁判所としても国家機関の一機関として、原油の人的資源の有効活用をさらに図れるかどうかということを精査いたしまして、改めて増員の必要数について検討し、初期間19人、事務官18人の増員を図ることで、的確な,な事件処理を図ることができるものと判断したところでございます。えー ご説明申し上げましたように、裁判所が、えー、財務省等のおとのお意見交換の中で自主的に判断して、この1人については減少させたというものでございます二妃宗平君。私は、その最高裁が自から原因したのだと、ここが聞き捨てならないと思うんです。これまでなんで内閣の定員削減計画にそこまで協力するのかと。 毎年通ってきましたけれども、今年はもう聞き捨てならないと思って聞いてるんですよ、二つ伺いたい、今の中村局長の答弁で、一つはです、ね、財務省等々とおっしゃってるんですが、つまり財務当局と意見の交換をする中でと言ってる、いわゆる行政省庁における査定ということを最高裁に対して、財務省が行っているのだと。 いうことが今の答弁ではっきりしてると私は思うんですけれども、財務省、等々とおっしゃったのはどこのことですか最高裁判所、中村総務局長。 失礼いたします財務省等、党党というのは、財務省とというところで、ちょっと言葉があれで申し訳ございませんでしたが、財務省との意見交換の中で、えー、そういう結論に達したということでございまして、今、委員がご指摘になりました、えー、その査定ということでございますが、財務省との意見交換と中,中では、財務省におかれても、司法権を行使する裁判所の特殊性というのは、十分にご理解いただいているものと承知しておりまして、えー、先ほど申し上げましたように、 このお数の点については、財務省から、えー、裁定を受けたということでは、えー、ないというふうに認識しております仁比総平君。いや、最高裁が財務省を弁護してやる必要がどこにありますか。財務省が三権分立の司法の府である最高裁判所に対して査定をするなんていうのは絶対にあってはならない。もう一点聞きます国家機関として政府の 総人件費の抑制にですね協力すると、そういう考えなんだと、最高裁はおっしゃったんですが、私はその最高裁のその姿勢そのものが誤ってると思うんですね。もちろん裁判所は国家機関です。最高裁も国家機関ですし、一人一人の裁判官が国家機関です。その独立性が正義の担保ですよ。その 裁判所の独立性、司法の独立に関わる重大問題について、財務省から言われて、自ら、これはせめてもと要求した概算要求をですね、自ら削ると、そんなことで、どうして裁判官や、そして裁判所の職員にです、ね、誇りを持って、国家や社会的権力や、あるいは反社会的勢力にであることもある。 そうしたものに、紛争に自ら立ち向かえと、法と良心のみに基づいて、裁判を受ける権利を実現をするんだと、最高裁言えますか、現場は大変なんだと、ところが最高裁は財務省の言いなりになって、必要な予算を自ら削ってると、やってらんないやと思ったって当然じゃないですか、どんな考えでそんなことやってるんです 最高裁判所中村総務局長。 お答えいたします、えー。繰り返しになりますが、最、え、高、ー、裁,裁判所といたしましては、えー、今の現場の実情等を十分に踏まえまして、毎年毎年、必要な人員につきまして、その増員要求というのを財務当局に行っているところでございまして、その中で財務当局と意見交換しながら、必要な人的体制の確保というのを毎年検討し、えー、実現していっているところでございます。総平君。えー 毎年、そういう努力をしておられるというのは、私は理解しないわけではありません。けれども、その努力というのが、結局、現有人員をこうやって減らされていく中で、その下での効率性という言葉でで、すねあっちからこっちに大きな無理な移動をさせる、一人一人の職員に本当に無理な仕事をさせる、そういう形で現場の負担、とりわけ複雑、困難化する中で、 その質的な負担というのは、本当に大きくなっていると思いますよ。だから、在職中のメンタルの案件とか、あるいは在職死とか、そういう事態が裁判所の中で起こってしまうということになっている。この抜本的な解決には、これ、定数を増やすしかないんですよ。最後、一問聞きますが、今日はまだおっしゃってないように思うんですが、裁判所、 がです、ね、定員定数の問題、予算の問題、議論するときに、事件数の動向ということで、えー、負担の度合いを示す、あるいは議論する、あるいは、えー、先ほどの議論だと、財務省からもあるのかもしれません、その火事事件を除いて各種事件は減少してるじゃないかとか、あるいは横ばいではないかとか。 私はこの事件数、とりわけ新規受理件数とか記載件数とかですね、この事件数だけで、裁判官や裁判所職員の負担の度合いを評価するというやり方そのものが間違ってると思います。手持ち件数がいくらなのか、いくつ解決できたのかっていう、その数だけで、現場を締め付けるてこにしてきたんじゃありませんか。 実際に、受動機関としての裁判所が、新たな仕事を作るなんていうことはありえないわけですから、他の省庁がやっているように、こういうニーズに応えるためにこういう増員が必要ですっていう議論は、裁判所においてはないんですよ。裁判所がやるべきは、裁判を受ける権利をあまねく保障し、司法の独立を果たしていく、そのためにはこの定数は絶対必要ですと、要求をして、それは国家財政当局の側は認めるんだというのが、 憲法の立場ではありませんか。最高裁判所中村総務局長。え <laughs> えー、負担の、えー、把握という点で、まあ事件数だけでえは足りないんじゃないかというご指摘だと思います。えー、負担の図るためにやはり客観的な指標というのしし。し 指標というのは事件数ということになりますが、われわれといたしましても、その事件数だけで判断しているわけではございませんし、その主観的な問題、あるいはその事件の困難性といった面も総合的に考えて、その負担というのを考えているところでございまして、そういうことも踏まえて、増員、えー、あるいはその人的体制の確保というものを検討しているところでございます二木宗平君。 期待して質問、今日は終わります。